キャリー・エリザベス・バイロンは、サンフランシスコ在住の芸術家、ベジタリアン。ディスカバリーチャンネルで放映されている、科学検証番組、怪しい伝説に、実験検証スタッフとして出演している。キャリーは、ロスガトス高校卒業後、サンフランシスコ州立大学に進み、映画と彫刻の勉強し、1998年5月、優秀な成績を収め、 映画と彫刻の学位を取得した。卒業後、彼女はいくつかの芸術プロジェクトに参加する傍ら、南アジアのヒマラヤ産紙役などを旅行して回った。そして、酒造会社のために秘密のマティーニ購入代理人として働いていた。怪しい伝説において、彼女は仲間のグラント・イマハラ、トリー・ベレッチーラと共に研究チームメンバーとして番組に出演することになり、 そして番組のホストであるアダム・サベッジとジェイミー・ハイネマンたちの様々な伝説をもっともらしく検証するのを補佐する役目を担当することになった。彼女はハイネマンが経営する M5 インダストリーズに入りたいという願いが叶い番組がシリーズ化された後検証実験に熱中していった。M5 インダストリーズに入社した第一日に彼女は ジェイミーと番組のプロデューサーのピーター・リースから、放題、飛行機のトイレに吸い込まれた女伝説を検証するため手伝うことになり、彼女はその実験において、キャストのために自分の伝部を使用しての肩取りを頼まれた。後に、彼女は、私はお尻の肩を取るために雇われたの。と、ジョークを飛ばした。番組が2シーズン目を迎えた頃、彼女は番組において、 より目立つ役割を与えられるようになった。小ビジネスでの経歴の浅い彼女は、最初番組内で、目立つことと、自然な振る舞いをすることを両立させることに、難しさを感じていたが、徐々に慣れていくようになっていった。2008年、米、ワイヤードが選ぶ、最もセクシーなギーク第4位に選ばれる。ありがとうございます。